第21節長野がホームに野島ステラを迎えての一戦。まずは52分、野島ステラの PK のシーン。まあ、本当にこの前の流れから野島ステラの流れはね来ていたのでね、はい、杉田がここは落ち着いて決めて野島ステラが先制。冷静に決めたと思います。はい、池谷の逆をついて見事に決めました。続くシーン59分です。ここは今度は逆に野島ステラではなく長野の得点シーンです。はい、ここもねセットプレーからの流れでしっかりとヘディングで反らせ、まあ、ヘディングで反らすっていう前提でこう後ろに選手たちがいたっていうのが良かったですね。滝沢リオ、滝沢知世、そして三谷さやかがきっちりと気持ちで押し込んだとおっしゃっていたゴールです。続くシーン61分、長野からここはクロスと見せかけての最後シュートを狙ったんでしょうか。しかしここも池尻がしっかりと弾いています。本当に空いているところをよく狙ってねこうシュートを打っていったと思います。はい、これね、はい、反応しなかったら入っていたのでね。そうですね、ナイスキーパーでした。はい、そして65分のシーン、野島ステラ代わりに入った松本真中のクロスに最後は杉田。これ中の入り方もボールももう本当に良かったんですけど、はい、まあ、難しいところですね、ヘディングなので、ね、あと少しでしたね、はい、クロスバーに阻まれるシーン。そして73分のシーン、三谷のこの合わせていったところを池尻スーパーセーブ。ただこのシュートも本当にこのショートバウンドによく合わせてバック飛ばしましたね。入っているんですけど、まあ、池尻選手がねよく反応しましたね。はい、続くシーン80分、ここで粘って滝沢知世にこぼれます。そしてここは気持ちを込めて打った左足なんですが気持ちが乗ってしまったという感じですね。知世のシュートでした。このショートバウンドは、ね、一番気持ちよくシュートが打てるバウンドなんですけど惜しかったですね。はい、2021-22ヨギボウィリーグ第21節 AC 長野パルセイロレディスと野島ステラ神奈川相模原の試合は0対0引き分けに終わっています。1対1